台風7号は午前11時に近畿や四国を暴風域に巻き込みながら時速15キロと遅いスピードで淡路島付近を進んでいると推定されます。午前10時過ぎの新潟市中央区、風が強くなってきました。ただ生ぬるい風で強烈な日差しも届き、うだるような暑さです。県内では今夜遅くにかけて風が強く吹くところがあり、予想される最大瞬間風速は下越で30メートル、佐渡で25メートル、中越と上越で20メートルです。また明日朝6時までに予想される24時間の降水量は、多いところで中越と上越で60ミリ、下越と佐渡で50ミリです。フェーン現象の影響で日中の予想最高気温は上越市高田で39度と猛烈な暑さとなる見込みで、できるだけ外出を控えるなど熱中症に警戒が必要です。